はい、じゃあ僕たちは今からバナナシ出てムンバイに向かいます。ムンバイに行ってきます。はい、はい、どうもこんにちは、タピオロジーの塚です。お塚です。今日はね、目指せ億万長者、世界わらしめ長者。まあこれで3カ国目になったわけですね。そうですね。まあしかし僕はまだタイでしか交換できてないですよね。絶対今日は交換しないといけない。なんだっけ、まあ持ってるから。バーグ、今日はバーグだ。あとペン、鉛筆、消しゴム、消しゴムが欠けていく。あ、ゴミですね。ゴミです。そうです、ゴミです。ゴミも持ってます。僕はミャンマーで優しい女の子にがわざわざ買ってくれたオーロラニールサンシャインマグカップですね。じゃあ先行ここ決めますか。はい、まあ勝ち先行ね。じゃあ最初はグーじゃんけんぽん。これ先行か。はい、津田のターン。制限時間は30分です。スタート。出てね。まあもう別に何も考えてないから。ガラガラじゃねえか。しかもね、みんな身軽だな、なんか。はい、映画館出ました。あそこにいる5、6人ぐらいの部分、5人ぐらいかに話しかけてみようと思います。おお。You have a little bit of time? I'm a Japanese YouTuber and I'm looking for someone who can exchange something with this bus cup. Okay, it's okay. Thank you so much. Thank you. あの奥の彼らにも聞いてみよう。I am a Japanese YouTuber and I am now looking for someone who can exchange this one from the house that I found here. これルーチップスか。ちょっとしんどいな。Thank you so much. 残念。これ誰がいるんだろう。これって誰がいるんだろう。やっぱ JK とかじゃない。JK。まあ女子向けではあるよ。男子か。シートだな。13分経過。ギャルがおらんな。全然人がいないところなんだよね今日。場所ミスったんすよ。けどもうやるしかねえっつってここからこれ始めたんだよね。うん。価値が分かりづらいこれは。うん。色によっては結構チャッチーから、ね。てか、いやいらんってなるかもね。普通に。いやいらんなマグカップってなるから。マグカップは本当に自分の好きなデザインのものを買いたいだろうからね。うん、そうだね。おう、どういう展開？ YouTube チャンネルを交換してる段階。あ、彼女も YouTuber？ いや、なんかフィルムメーカーみたいな。へぇ。はい、ナイスミーチ。よし、ナイス。あと7分。あれ、やばいんじゃね？あれ、やばいんじゃね？何が？津田。ああ、おい、あ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 い、こいつら聞いてみるか。群れだな。バナナ。バイバイ。あと1分です。あ、もうない。時間が。どまーい。Thank you so much. Thank you so much. Wait. Thank you. まさかのインドで失敗ですね。失敗かー。てか、まあその何でもいいっていう風だったら交換してたけど、ただ価値のことを考えてしんどかった。いい感じの女の子たちがいなかったからな。このマグカップはいらない。俺でもいらん。
じゃあとりあえず失敗ですね。さて大塚くんの番の前に、罰ゲームが決まりました。罰ゲームは1週間ベジタリアン生活でーす。というわけで大塚くんの30分スタートー。はい、もうねしらみつぶしで声かけるしかねえんだよ俺は。それが作戦、それが作戦。やっぱ普通じゃねえか。I got in Bangkok. Actually, we are YouTubers. I exchanged something to exchange something. So it's a YouTube product. I want to exchange this one. However, can you give me something? This is a map.どこまで伝わってるのかがまだ曖昧ですね。もう時間がもったいないぞ。チップス。おマジ。おお。めっちゃくれるやん。めっちゃくれるやん。絶対いらねー。うん、じゃあそれはもう捨てや。めっちゃくれた。ビンゴ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 だな、これはもう。そしてこれいらんて。それはそうだ、僕はビンゴをゲットしました。終わろう。いいな。まさかバンクバックがね変わる時が来るとはね。これはもう価値が交換できたとかじゃなくて、ただ普通に仲良くなってくれた。それが俺の作戦だった。ビンゴビンゴあなたに巡り。知ってる？知らん。 AKB の歌知らんわ。まだ大島麻衣が行く頃の AKB の歌。というわけで俺の勝利。そうですね、ベジタリアン生活頑張ります。バイバーイと思ったんだけど、さっきのね、あのこ、それ俺が仲良くなったあいつ、あれもあれもんって言えないやつ、ポテチくれた人が、そう、ちっちゃいサムズアップまでくれた。わざわざなんか小走りで走って俺らに届けてくれた。ヘイブロー、サムズアップいくか。やった、優しい。ってことでってことで犬神優しいです。犬神優しいです。バイバーイ。バイバーイ。